DCC 上村直也25歳職業はヒスタイル製造業企画製造です。鈴木織り工業株式会社で生地の生産を行っています。なぜ鈴木織り工業に入ったかというと、中京大学に在籍していたんですけど、就職活動の時にあるツアーに参加しまして、そのタイトルがハイブランドの裏側を巡るというツアーだったんですけど、そのツアーで連れて行ってもらったのがおじいちゃんおばあちゃん2人でやっている生地屋さん、実際にそこで食器を動かして生地をってところで、そこで織られている生地はおじいちゃんたちが言うにはプラダに下ろすっていうふうに言っていて、自分の身近にこんなにすごいものを作っている、でも全然日の目を浴びていないところがあるということに気づいて、もっと自分で深掘りしたいと思って、で就職活動の方向性をそちらに切り替えて、地域の生地屋さんにはホームページがないところが多いので、一つ一つ電話番号を見つけてそこにかけて工場見学をさせてくださいというふうにお願いをして、足を運んで今の鈴木織工業に決めました。そこで毛織物を中心に製造をしているんですけれども、その毛織物の良さをより自分の手で伝えたいと思って、今は毛織物のシャツに特化したブランドを運営しています。靴は水、パンツはヴィンテージ、シャツはラビー、アクセサリーはこっちがオリジナル、こっちがヴィンテージです。名古屋の大須にあるカウンシルという古着屋です。名古屋のゲートタワーモールに入っているザ・ゲートハウスです。好きなブランドはルメールとジルサンダーです。好きな音楽はイマジンドラゴンズのサンダーです。好きな映画はダンケルクです。好きな本は村上龍の愛と幻想のファシズムです。趣味は日本酒です。おすすめの銘柄はバクレン超辛口です。和食に特にあって食中酒として優れていると思います。通っている美容院は名古屋の栄にある円です。担当のスタイリストさんは石川さん。20歳に戻れるなら自分に貪欲に手と足を動かせと言いたいです。好きな言葉はジコンです。意味は過去にも未来にもとらわれず、ただひたすらに今を精一杯生きることという意味です。影響を受けた人は衣服標本家の長谷川明さんです。長谷川さんはフランス革命から第二次世界大戦までの服を半分分解して標本にしている方です。影響を受けた部分は、長谷川さんがもともとパタンナーという技術職、技術を売りにしていた人なんですけど、そこからその技術という枠を飛び越えて感動を伝えるっていう形で、本来はこう専門的でよくわからないことばかりなんですけど、それをより多くの人に伝わる形で表現しているっていうところに影響を受けています。将来の目標は毛織物産業を100年後に残すことです。そのために今のくずり毛織とシャツのブランドラビーをやっています。ご視聴ありがとうございました。 Twitter や Instagram もやっているので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。